はい、皆さんこんにちは。今日は村長のアレンジの実践ということで、毎月やっています NHK のお母さんと一緒の曲を浅井ピアノ教室の先生とやっているんですが、その作り方自身を公開したいと思います。先生の方からは今ありますように赤いトラックが2つ見えていますが、メロディーと伴奏に分けてやってきます。そしてテンポがとっても速い場合は少しゆっくりめのテンポ、今日の場合は94でしたっけ、そんな感じで送られてきて、そしてそれを104という速さに変更します。94で送られてきたファイルをここでタイムストレッチというのをして104にテンポを合わせます。その後は今画面の下にありますようにオーディオのクオンタイズをします。いつも先生もきっちり弾いてくれるので、一曲の中で数箇所だけちょっと突っ込んでるかな、ちょっと遅れてるかなというのがありますので、それをこのようにベントツールを使って細かく修正をします。まあ修正といっても今言ったように数箇所程度です。そしてそれができましたら、今度はコードを打っていくことになります。今ここにノーイメージという風になっていますが、譜面というのが送られてきまして、そしてその譜面をここに載せます。こんな感じですね。そしてこれを再電面で固定します。そうしましたら、このようにスタジオ1の画面を押してもこちらが必ず上にあります。邪魔な時は透明化というのをします。こういう風に透明にしても見れるわけです。濃くしたい時はこのように戻します。大きくしたい時はこのようにして確認をすることにしています。そうしながらスタジオ1の機能で簡易な分析をした後、間違っているコードをこのようにきっちり直すことから始まります。そして面倒でも上のアレンジトラックのこのイントロ A'A', このようなところはきっちり入れておく方が、譜面には小節番号がこのように5、8などと振られているんですけれども、これを見ながらするのは逆に手間がかかりますので、イントロや A メロ、B メロなどをきっちり入れておく方が後々作業が早いと思います。そうしまして、先生のピアノがきれいに整いましたら、次やるのはまあアレンジを考えていくわけですが、まずドラムビートを合わします。その部分を聞いていただきましょう。まずピアノはどんな感じか聞いていただきます。こんな感じのところにドラムを乗せるわけです。ドラムはユージャムのキャンディーというポップな感じのドラムを使っています。このキャンディーというドラムは鍵盤の上の方をドラッグしていくと、このようにフレーズを入れることができます。このようにですね。でも今回はフレーズは全くミディとしては出していません。どうやったかというと、このトラックのミディはすべてキースイッチで表現しています。こんな感じでキースイッチを入れてあるわけです。そうするとリズムのパターンをこのように細かく変えていけます。小さめのがあるのはこれはフィルです。ちょっとこの状態で聞いていただきましょう。
このようにドラムを入れました。次にベースを入れていきました。それはどうしたかというと、ここでもうコードがきっちり入れてありますので、そのコードから今わかりやすいようにトラックを黄色にします。これがスタジオ1のコードトラックから抽出したミディの白玉和音です。こんな感じに入っています。これを一旦ミディで書き出しました。そして書き出したものをEG ベースに持っていったわけです。ちょっとこのトラック消しておきます。EG ベースはこんな感じです。それらを持っていってどんなフレーズが合うかなということで、例えばこのように聞いてみて、各セクションごとに選んでいったりしながら、また細かいところはこのようにピアノロールで調整をしながら、スラップベースも入れながら作っていきましたので、ちょっと聞いてみてください。 B メロあたりから聞いてみます。もう少し後半、かなりスラップを入れました。こんな感じにベースを打ち込んだわけです。じゃあ基本の音ができたら上物を入れていきました。上物というのはユージャムの新しいユースキンセを使いました。ここで音作りをしています。シンセのアルペジオです。ちょっと鳴らしてみます。こんなアルペジオを入れています。ちょっと聞いてみましょう。Bメロあたりから入れています。そしてもう一つ、後半にシンセを重ねています。そのシンセの音色はこんな感じです。これを和音で弾いています。はい。このような音を入れているわけです。これは 2C から始まります。このようにシンセのパッドが入りました。これで基本的な音は終わったわけですけど、ちょっと困ったことが起こりました。5、6回先生とキャッチボールをしたのですが、一番初めに聞いていただいた40小節からの音が気に入ってるんだという話になりました。随分いろいろ変更を加えたりして再現するのが難しくなりました。ですので、この一番下にあるトラックですね。このオーディオファイルを1回目に提案した音から切り出して、そしてここでつなげたわけです。きっちり作ってありますので、つなげるのは全然問題なくつないでいます。ちょっと手前から聞いていただきましょう。
皆さんもこういう怪我をしないようにですね、バージョンごとに保存をしておく方がいいと思います。僕は今回このようにつないで、後ろは全部ミュートしてあります。これはなるべく消してしまわない方がいいです。いわゆるミュートですね。ちょっと灰色がかっていますけれども、このようにしておけば、最悪もう一度作り直しということもできるからです。このようにして音を作っていきます。そして最後はミックスとマスタリングです。ミックスするときはいつものように VU メーターを入れましょう。まずは一つのところにこのようにインサートします。スケールを18にしておきます。そしてこのようにワンクリックすると、これはスタジオ1独特な話ですけれども、チャンネルにこのように VU メーターが表示されます。そしてこの状態でトラックをすべて選択しましてコピーするわけです。VU メーターを入れましたら、スタジオ1の場合、入力コントロールを出します。このように出してから、ゲインステージングを始めましょう。次に、ベースを入れていきます。そして次にはピアノ伴奏を乗せたいと思います。次にシンセ類を入れていきます。ここからは同時に入れたいと思います。シンセはメロ用のシンセも軽く乗せています。これからチェックしたいと思います。そうしましたら、シンセのアルペジオです。次はシンセパッド。ちょっと僕の場合は今勝手にフェーダーが動いてますよね。これはオートメーションをしてあったからです。この曲はこの39小節で音を小さく演奏するようなそういう曲調になっていますので、ここで4小節このようにブレイクして、次の4小節また少し音が上がって、そして最後の 3C につながっていくというような感じで、ここで少し音のブレイクがあります。ですからこのようにオートメーションを書いているからこのようになるわけです。メロ乗せます。ここからマスタリングに入っていきますが、今日はマスタリングの手前までで終了したいと思います。音圧の管理などをして最後仕上げていきます。今日はこんな感じで
あと動画を作れば NHK お母さんと一緒の魔法のラララという曲をアレンジしていく過程を見ていただきました。最後に聞いていただきます。